元凶に戻ってかけらを使う。なんか説明文変わってる。広大な無限の星空はあらゆる運命を包み込んでいる。なんという不思議だろうか。この元凶に静かに存在する美しき星空は、光爆たる心を持ち、まるで運命への憧れと全ての人への慈しみを持って生まれてきたようだ。モナの運命に対する解釈もまさにその通りである。行こう。あ 乗って始まるパターンになって。まあ最初はあれだろうね。まあこれは、まあ、そんな難しいことはないでしょ。3個目よな。この中央のところはもう合わせるだけだから。またここに戻ってきたわね。まだ物語は続いてるみたいだ。探検を続けようぜ。かけらを使う。1。あと2箇所。あと2箇所か。じゃあ手元にあるのを見てみよう。手元にあるのが3種類。で、この2分の1か。こっちっぽいよな。Z みたいな。Z みたいな形だけど、そう区切れないよな、多分。S 字に。あ、わかった。上から行きたい。これが上かな？なんかこう、左側が S 字になってて、で、右側が V みたいになってる。これが上かな？で、下側が、これが上で、下側が、こっちだね。なんか、なんていう、バケツみたいな 独特な表現。バケツみたいな、ひらがなの「ひ」みたいなやつ。これかな。旅はいつか終わりを迎える。はい。慌てる必要はない。慣れたもんよ。問題はここない。こことその次の場面のやつなんよな。ここはどこかしらかに、まあでもここはそうだね。答えが多分どっかにあるわけだから、またなんか何か解放するものがあるかもしれないから、ちょっと周辺を一旦見てみようか。ヒント的なものはないか。触れられる場所もないか。ん？ちょっと待って。これかな？もしかすると。24246810個。24680だから合ってるね。これだ、これっぽいね。星の大きさが違うのは何か意味あるのかな？なんていうかん、どういう感じかな？なんか、出入り口のマークに似てる。非常口か。非常花口とのマー酒クを手に似にて景る。色を堪能しようとしたが、非常口のマーク。あの頃とはもう違う。悠々とまた。顔がない非常口のマーク。顔がない非常口のマーク。
どっからが、どっから始まりなのかな。え、ちょっと待って。1、2、3。見えない。どうなってんだろう。ちょっと取っかかりが。どっからやると分かりやすいんだろう。むずいな、見えんな、取っかかりがないな。とりあえず繋いでみるか。おそらくこうであろう、こうであろう方向へ。線引いてみるとちょっとわかんないよね。多分これもこうでしょ。でこうで、はいはいはい、あれ俺これなんか間違ってる、いやこうか、でこうで、あでこれが上か、こうこうかな、いけたわ。とりあえずやってみるって大事だね。とりあえずやってみる。この顔がない非常口のマークに見える俺には、ん？どう向きだ？ここにここにここにヒントがある。ここにヒントがあるけど、角度的にこう向きだよね。こう向きだから、これの向きのままやったらやろうとするとおかしくなるね。こう見てる図が、こっから見てる、こういう図と、この角度になるから、だから、まあそういうことか。この入り口のところから覗いてるこの感じだから、こっち側のこの入り口、こっからこうやって覗いてる感じと同じ角度になってるってことだね。あ、で、この入り口側から見ると、アーカイブ用に説明すると、入り口から見ると、こっから行くと早いかな？こっからこう伸びて、こう伸びて、こう伸びて、こう伸びる。手前のところがこう、横につながる感じだね。で、こっからこっちに一本伸びて、で、あとは、こっちからこう、ここ、あ、じゃあ、こっちからこうを、これがこうを、で、これがこうの、こいつがこうだね。っていう感じで、できる。よ。ん？回ってる。なんかちゃんとこのさ、ちょっとこの星の方向向くんだよね、キャラクターが。ほら、追いかけるじゃん、目で。これ細かいよね。ほら、認識するんよ。すごいよね。認識しとるのはこっち。水辺で止まって
どうした？ん？何か待ってるみたいだ。4つ目の扉を開ける。そういうことか。一緒に行くということらしい。なので、ここで切り替えるか。